はい、それでは今から苦手論点克服講座ということで、財務会計論ですね、講義の方を始めていきます。担当はレックス専攻師、鍵山です。よろしくお願いします。はい、財務会計論はですね、内容としては連結キャッシュロー計算書を見ていきます。で、レジュメ1点ありますので、ご確認の方お願いします。まあ、ちょっと表紙がついてないものに、なるんですけれども、まあ、連結キャッシュロー計算書と、いうことで、まあ、今からですね、1時間90分ですね、お時間をいただいて、まあ、どちらかというと、ね、連結キャッシュフローの、まあ、基礎的なところを、ね、見ていきましょうということで、まあ、連結キャッシュフロー、結構対策が、ね、手薄な方がですね、多いので、まあ、重要性もね、まあ、最近の出題実績を見ていると、まあ、それほど高いとは言えないんですけれども、ね、ただ、まあ、特に論文なんかを考えれば、やらないというわけにはいかないので、まあ、これを、ね、いい機会に、まあ、少し足がかりとして、まあ、その連結キャッシュを復習するきっかけを、ね、作るという意味で、まあ、ちょっとレジュメを作りましたので、もともと連結キャッシュ得意ですよという方は、正直あまりそのプラスアルファのですね、効果というものはひょっとしたら得られないかもしれませんけれども、まあ、どちらかというともうタイトルにある通り苦手論点克服ということで、まあ、ちょっと苦手な方やですね、ほとんど手をつけられていない方を、ね、一つまあ講座の対象と、していることをですね、あらかじめご了承をお願いいたします。はい、で、まあ、今日の、ね、講義の進め方ということで1ページ目にありますけれども、まず、ね、連結キャッシュロー計算書の作成方法を、ね、簡単に確認をしていき、まあ、その後ですね、まあ、これはキャッシュフロー計算書のどの部分から回答を作っていくのかというところを別に見ていきます。ちょっと、ね、表現が下手で申し訳ないんですけれども、まあ、通常のテキストとかだと、例えば商品売買があって、その商品売買に関して直接法ではどうですよとか、間接法ではどうですよとか、まあ、その論点ごとに見ていってると思うんですけども、まあ、今日は少し切り口を変えて、まずはじめですね、営業活動によるキャッシュフローの小経欄より下の、部分をどう作っていくのかっていうのが、まあ、2番ですね。営業活動によるキャッシュフローの小経欄よりも下の作成方法で、この営業活動によるキャッシュフローの小経欄より下というのは、まあ、直接法も間接法も変わらない共通部分になります。そして、まあ、キャッシュフロー計算書の作成問題として出題されたのであれば、基本的にはこの部分で得点を取っていくっていうところになりますね。はい、まあ、小経欄よりはですね、まあ、ちょっと難しいんですよね。まあ、間接法なんかだと、ね、楽に取れる部分もありますけれども、まあ、基本的には手間がかかる可能性がありますので、うん、まあ、総合問題が出たときには、まあ、この小経欄より下で点数を取っていくようなイメージになりますので、まあ、一番見ていってほしいところでもあるんですね、ここは。はい、で、その後、小経欄より上の直接法のバージョンと間接法のバージョンを見ていき、で、最後に、まあ、簡便法の連結キャッシュフロー計算書の作成方法を見ていくという流れで、まあ、通常のテキストなんかとは少し切り口を変えて、見ていきたいと思います。はい。それではですね、まずは簡単に連結キャッシュフロー計算書の作成方法を見ていきます。1ページの2番見てください。連結キャッシュロー計算書の作成方法として、まあ、原則法という方法と、この1番ですね、原則法という方法と、ページめくってですね、簡便法という方、2ページの下、簡便法という方と、2種類の作成方法があります。2ページの下ですね。はい。で、まあ、先に今ね、見ていただいたこの簡便法からちょっと説明していきますけども、簡便法の作成方法は、個別キャッシュフロー計算書の作成に準じて、連結 BS や連結 PL に基づいて連結キャッシュロー計算書を作成する方法、これが簡便法になります。なので、まあ、イメージ図がですね、下にありますけれども、個別キャッシュフロー計算書って、個別 PL 個別 BS からキャッシュロー計算書を作るっていう方法で、で、簡便法だと連結もそれと同じで、ただ PL や BS が連結 PL 連結 BS になるんですね。なので、連結 PL や連結 BS をベースにキャッシュフロー計算書を作っていきましょうというのが簡便法になります。で、これというのは、まあ、ここにある通り、手続きはもう個別キャッシュフロー計算書と同じなんですよ。同じ。なので、矢印の右側にもある通り、個別キャッシュフロー計算書を作成できなければ連結キャッシュフロー計算書も作成できません。逆に言うと、個別キャッシュフロー計算書ができるよっていう方は、基本的に簡便法で連結キャッシュもできます。だから個別キャッシュができるかどうかなんです、簡便法って。
まあ、今日も最後ね、ちょこっと解説を入れていきますけれども、基本的には個別キャッシュフローの作成で連結キャッシュロー、計算書の作成が、まあ、左右されると。これが勘弁法、はい。まあ、ただ対象とする財務省が個別 PL 連結、個別 PL 個別 BS じゃなくて連結 PL 連結 BS になるというだけです。対象とする財務省が違うというだけなので、まあここはもう本当に個別キャッシュを作成できるかどうかという話になります。なので、まあ、入門生でですね、連結キャッシュ全くやったことないという方も、個別キャッシュローの計算書ができれば、もう勘弁法はできます。基本的にできると思ってください。はい。で、それに対して戻って、減速法ですね。はい、1ページ。減速法は、作成としては、親会社と子会社の個別キャッシュフローを合算して連結キャッシュロー計算書を作成ということで、はい、これは連結財務諸表を作成する手続きと同じになります。連結財務諸表の作成手続きですね。はい、つまり個別キャッシュ、まあ、親会社の個別キャッシュですね。ちょっと親と子って書いてきますかね。上、親会社の個別キャッシュと上、親ですね。まあ、下子。まあ、どっちでもいいですけどね。親会社の個別キャッシュと子会社の個別キャッシュを合算して、で、ここでまあ修正ですね。イメージ。ここで修正を施して、連結キャッシュフロー計算書を作るんですよっていうのが減速法になります。連結財務諸表もそうですよね。合算して修正ですよね。連結 PL 連結 BS っていうのは親会社と子会社の個別 PL 個別 BS を合算して、で修正仕分けを施して連結 PL 連結 BS を作る。でそれに準ずると、はい、個別キャッシュを合算して、まあ、修正して連結キャッシュを作っていくというプロセスになります。で、まあ、出題された時に、ね、めんどくさいのはやはり減速法。勘弁法はさっき言った通り個別キャッシュができれば基本的にできるということなので、まあ、どっちかというと論点としては個別キャッシュに近いわけですよ、ね。はい、ただ原則は、まあ、連結財務諸表作成プロセスに準じて、またはキャッシュロー計算書ならではのですね、考えていかなければいけないこともあったりするので、まあ、ここはね少し練習が必要になってきます。はい。で、まあ、直接法と、ね、間接法が、ありますけれども、まあ、まずさっきもお伝えした通り承継欄より下に関しては基本的には直接法も間接法も同じで一番点数が取りやすいところなので、まあ、まずはね営業活動によるキャッシュローの承継欄より下、これは投資活動も財務活動も含めてね、とにかく営業活動の承継欄より下を全部ね、さらって、まあ、重要なポイント部分を見ていきます。はい。でその下ですね、まあ、直接法のですね作成方法というのが括弧1とすぐありますけれども、まあ基本的にはここですね以下の2種類の調整を行い連結キャッシュローを作成するってあります。ここちょっとですねぐるっと囲ってみてください。でこれはまあ直接法とありますけれども間接法についても承継欄より下は基本的にここのすべて調整2つになりますので、直接法ってありますが、まあ、要は承継欄より下は間接法も含めてすべてです。なので承継欄以降とちょっと書いておきますね。承継欄以降は、まあ、この以下の2つの調整、ちょっとこれ見えづらいですかね。承継欄以降は以下の、まあ、2つの調整ということで、まあ、直接法とありますが間接法も承継欄以降はここの2つの調整になると思ってください。なんで、まあ、調整の種類は基本的に2種類なんですね。一つは、いや、グループの中で取引があれば、それを相殺消去していきましょうという調整です。まあ、そのグループの中で、要はお金のやり取りがあったら、それを消していきましょうということですよね。これは連結、ね、修正と同じ発想です。親子会社間で利息のやり取りがあれば、それを消していきましょうと。まあ、PL だってそうですよね。受取利息と支払利息を消していく。でそれのお金バージョンです。内部取引を消していきましょうという調整が、まずローマ数字の小文字の1番連結会社間取引の相殺消去。そしてもう一つは個別で処理されていた部分を連結の実態に合わせて科目名を変更していくと。
などでやっていきますけれども、例えば、通常の連結手続きの中で、連結会社が振り出した、要は例えば親会社が振り出した手形を子会社が持っていて、それを割引しました。これ個別上できれば、手形の割引になりますが、連結上は手形を担保とした借り入れっていうのを、レクだったらテキスト7でやっています、このように個別と連結で実態が違う取引があります。でやっぱ連結キャッシュロー計算書もそういった実態が違う取引があれば、それは実態に合わせた科目に変更していく必要があると。で調整項目はですね、基本的に調整の種類は2つだと思ってください。いろんな調整ね、説明でやると思いますけれども、2種類の調整のどちらかなんです。両方の調整をするという問題もありますけれども、はい。で一番の調整はですね、これは中の取引消していきましょうっていう調整なので、そんなに難しくないんですよ、家族の中のお金のやり取りを消していきましょうということですから、基本すべて同じ発想で考えて、グループ間の中のお金のやり取りを消していくっていうだけです、なので出題の、ポイントになってくるのは2番なんですね。こちら、この実態に合わせた科目に変更していきましょうっていう調整が絡んだ論点の方が出題のポイントにはなってきます。はい、今日どちらも見ていきますけれどもね、一応ね、こういう2つの調整をしている、どちらかもしくは両方をしているというだけなので、だから全部で3パターンですね。1だけの調整をするパターン、2だけの調整をするパターン、1と2両方含めて調整するパターンって3パターンしかないんですよ。はい、それを見ていきましょう。で2ページは、間接法に関する説明をしていますけれども、とりあえず今から見ていくのは直接法間接法共通する営業活動によるキャッシュフローの承継欄以降のお話ですから、ちょっと2ページのですね、間接法の話はまた後で戻って見ていきますので、3ページですね進んで、ここからいくつか説例を使って、承継欄以降のですね、直接法間接法共通する部分を見ていきます。はい、それではまずね、一番初め固定資産の売買取引ということで、かなりシンプルな、説例を作りましたが、固定資産の売買取引は調整をする種類としては内部取引だから消していきましょう。親子会社間で固定資産売買やりました、そこでお金のやり取りがあったら内部取引だから消していきましょうという調整になります。はい、これですね、連結会社間で発生した内部資金取引を相殺消去するという調整になります。で具体的には、勝利1、勝利2とどういう調整になるのかというと、一応ダウンストリーム前提にするのであれば、親がここに売ってるということを考えると、親が計上している固定資産の売却収入で投資活動の売却収入を消去し、子が計上している固定資産の取得による支出を消去する、それぞれ中のですね、資金のやり取りを相殺していきましょうということになります。はい、もう処理の種類は2種類ですから。2種類というか、1種類の中で親と子に分けるというだけですから。で、これを具体的な説例使って見ていきます。今日のこの後いくつか説例をですね、使っていきますけれども、今日の講義のですね、一つの目的としては、とにかく問題をね、ある程度解けるようにすると。で、簡単な問題ね。でそれを足がかりにまたテキスト等に戻って、少し難しい問題も解いてみてください。基本的に今日のレジュメに収載している問題はそんなに難しい問題は入っていません。もう一つ目標として足がかり作っていきましょう、苦手意識なくしていきましょうということを目的としていますので、なので、このレジュメでやったことを踏まえてまたねテキストで復習をしていくという流れが、一番スムーズかと思います。はい、それではですね、説例1見ていきます。はい、固定差の場合はね、P 社は当期種に、S 社に対して備品、母価2万4000を3万で売却したと。で売却代金のうち、4000円が当期末時点でまだ払われていないと。で未実現利益とか減価償却費とかありますけれども、ですか、今やってるのは承継欄よりも下なんで、減価償却とかの調整って間接法だったら承継欄より上になるんで、そこまた後で見ていきます。とりあえず承継欄の下の話しか、していかないと思ってください。はい、で、P と S の個別キャッシュローが資料の丸の1番に与えられていますので、この状況でどういう調整をしていくのかっていうと、P が S に
備品を3万で売却していますけれども、まあ、一応ひとひねりですね、4000はまだ払われていないので P と S のグループの中でお金のやり取りがあったその金額っていうのは3万から2万4000を引いた、2万6000ですね。まあ、そのイメージ未払い金で、計上していて、2万6000は決済されているような、まあ、そんなイメージを持つといいと思います。はい。まあ、実際決済した金額としてはお金のやり取りがですね、生じていないので、まあ、ここで言うとその2万6000を全部カットしていこうということになります。はい。ですか。で、丸1番 P と S の個別キャッシュフローですね。個別キャッシュフロー計算書の投資活動によるキャッシュフローに有形固定資産の取得による支出と有形固定資産の売却による収入がありますので、まあ、とりあえず合算するわけですよね。連結キャッシュフロー計算書を作る上にあたって、原則法というのは親と子の財務省を合算して、あとは必要な部分いらない部分を加えたり削ったりすると。で、まあ、一応この、ね、説明は合計欄もですね金額入れていますので、とりあえず、有形固定資産の取得による支出合算値がマイナス11万で、有形固定資産の売却による収入合算値が、7500ですけれども、まあ、そのうち2万6000は PS 間の固定資産売買でやり取りしたお金なので、はい、修正プロセスというところですね。これが具体的に調整するべき事項なので、ここをちょっとですねチェック入れていきましょうかね。はい。やるべきことは有形固定資産の売却収入を2万6000減額し、有形固定資産の取得による支出を2万6000減額する。で、合算した後にグループ間で資金のやり取りがあった2万6000を相殺していくという調整がここで施されます。はい。なので合算したマイナス11万から2万6000を引くと、連結キャッシュフロー計算書がこれ資料の3番にありますので、連結キャッシュフロー計算書の有形固定資産の取得による支出はマイナス8万4000になりますね。マイナス8万4000。グループ間の資金のやり取り消すだけ。で、売却収入も同じですね。売却収入も P と S の売却収入合算値が7万5000。でもこの7万5000のうち2万6000はグループ間内部の資金のやり取りなので、これを削っていくと、売却収入連結キャッシュフロー計算書は、4万9000、ね、いや7万5000から2万6000引いて、4万9000になりますよと。はい。まあここかなりシンプルな、ね、非常にまあ理解しやすい説例にはなるかと思います。で、まあ留意点としてね、一応丸の4番、まあ、この説明もそうですけれども、資料の1番ですね、問題の資料の1番で、まあ、3万で売却していますって、まあ、書いてあるんだけれども、結局資金のやり取りを見ていきますから、損益じゃないですからね、資金のやり取りを見ていきますので、3万で売却しても2万6000しか決済されていないので、2万6000部分を相殺消去していきます。だから未払いの4000ですね。未払いの4000部分は、まあ、ここは資金のやり取りがないので、ね、だからそこに関しては、まあ、消去をしたりはしないということです。これがまあ理由点ですかね。まあ、個別キャッシュも同じですけれども、実際にキャッシュを受け払いした金額を相殺消去するため、未払い未収の金額を相殺消去しないようにしてください。まあ、まあよくある引っ掛けです。どちらかというと個別キャッシュフローの作成の時によくある引っ掛けかなと思います。はい。これがまあトップバッターですね。一番シンプルなものから見ていきました。はい。じゃあもう一個いきます。まあ、次もね結構シンプルですね。4ページ目。今度は資金貸借取引、親子会社間でお金の貸し借りがあったときにどうするのかですね。はい。で、ここも調整の種類としては内部取引を相殺消去していきましょうという調整になります。はい。ただ資金貸借取引はですね、ちょっと手数は増えます。固定資産売却よりも手数が増えます。処理1から4までありますけれども、まあ、なんでこんな増えてるのかっていうと、資金貸借取引はお金の貸し借り本体のですね、取引でまずお金がですね動きますけれども、お金の貸し借りは必ず利息がついて回りますので、利息のやり取りで資金が変動した場合も、当然それも内部の資金の移動になりますので、それも合わせて消去をしていく必要が出てきます。はい。なので調整項目4つなんですね。種類としては1種類、ね、
とにかく中のですね、資金取引を消していきましょうという1種類の調整だけれども、具体的に4個調整をしていきます。4つの調整、これ子が借りて親が貸すというですね、前提でちょっと書いていますが、この、借り入れ収入を消していきます。この借り入れ収入を消していくと、長期短期というのはまた別にして借り入れ収入を消していきます。次、親の貸付支出を消していきます。この勝利1、勝利2が、いわゆるその本体部分ですね。本体の調整。で、勝利3、勝利4は、もうね、なんとなく差しがつくと思いますが、利息ですね。利息の調整になります。ですので、子会社は利息払う側ですから、子会社の利息の支払い額を消していきますし、親会社は利息をもらうので、利息と配当金の受け取り額を消していくというですね、以上4種類の調整をしていきます。はい。じゃあこれをね、説例で見ていきましょうか。説例2番。P 社は登記主に S 社に対して10万円、期間3年を貸し付けたと、一応期間3年なので長期というふうに考えてください。で、P 社は登記末 S 社より貸付金の利息2000円を現金により受け取ったとあります。もう利息の金額も問題に与えております。はい。で、個別キャッシュが、資料の丸の1番のような状況で、これを、全部足し合わせてまずいきますから、一応合計値も出してあると。で、皆さんは具体的な修正プロセス、ここですね、4ページの下、今回子が親から10万借りてると。なので子が計上した長期借り入れの収入を10万減額し、今度親が計上した貸付の支出も10万減らして、要は親子会社間でお金の貸し借りはなかったものにしていきます。なかったことにしていきます。で、さらに利息のやり取りですね。子が利息2000払ってるんだったら利息の支払いを2000減額し、親は2000、利息を子からもらってるんで、親の利息配当金の受け取りを2000減額していくと。はい。4つの調整で少し手数は多いですが、ただ中の取引を消していきましょうという観点から見れば、それほど難しい調整ではないかと思います。はい。なので、ちょっとですね、上のところから見ていくと、ちなみに今日の説明はすべて利息や配当金の受け払いですね、これは全部営業活動によるキャッシュローに区分する方法を採用していると考えてください、配当の支払いは絶対財務なんでそこは財務ですけれども、利息の支払いと、利息配当金の受け取りは営業活動の区分に表示をしているという前提で説明を作っております。はい。なので、見ていきましょう。利息配当金の受け取り額、単純合計が14,500。利息の支払い額も一緒にやっちゃいましょうかね。利息の支払い額、単純合計が14,000のマイナス。で、それぞれグループ間で2000の利息のやり取りがありましたので、受け取り額2000減らしていくのと同時に、支払い額も2000減らしていきます。はい。そうすると、キャッシュロー計算書5ページ。14,500受け取っているのが個別の合算ですけれども、そのうち2000はグループ内のやり取りなので12,500になります。2000減らして12,500、これが利息及び配当金の受け取り額で、利息の支払いも単純合算はマイナス14,000ですけれども、そのうち2000はグループ間のやり取りですから2000減らして連結キャッシュマイナス12,000と。はい。さらに投資活動の貸付による支出と財務活動による長期借り入れの収入も、同じように金額は10万ですね。本体のやり取りが、ありますので、P の投資活動によるキャッシュフローに個別上計上されている貸付による支出15万ありますが、要はこの15万のうち10万は子会社に対して貸したものっていうふうに考えていきます。で、子に貸したものはグループ内部取引、家族の中の取引なので消していきましょうということで、15万から10万減らして、グループの観点から見ると貸付の支出が5万、グループの観点から見ると貸付の支出が5万で、借り入れの方も同じく S は長期借り入れとして17万個別上計上しておりますが、その17万のうち10万は親会社からの借り入れになりますので、マイナス10万ですかね。
まあ、私なんかも問題のね、こういった個別キャッシュのところにこうやって書き込んでね、まあ、基本解いていきます。で、そうすると、まあ、ここで合計、まあ、25万で10万引いて、まあ、15万だなっていうような、形で、まあ、基本的にキャッシュフロー計算書って仕分けをね、切らないので、まあ、問題用紙とかにメモを入れつつ回答を作っていくのが一番早いかなと思います。一応、レックのテキストだとキャッシュの仕分け的なものが、ね、テキストに載っているので、まあ、それを押さえてもいいんですけれども、まあ、わざわざキャッシュロー計算書の作成で仕分けを切る必要は個人的にはないかなと思いますので、もういくら減額するのかっていうのが分かれば、どんどん問題に書き込んでいく、答案用紙に書き込んでいくっていう方が、まあ、得策かなと思います。はい。で、まあ、10万ですね、長期借り入れの収入を減額していくと、財務活動による長期借り入れによる収入は15万になると。はい。まあ、これ赤でマークした修正プロセスというところを、ね、しっかりと押さえていただけると、キャッシュロー計算書はスムーズに、作れるかと思います。はい。で、5ページの留意点ですね。留意点、これもし間接法であれば、承継欄より上のいわゆるその PL の調整である受取利息、配当金、支払利息に影響が出てきます。ね、承継欄より上ですね。承継欄より上の、PL 調整項目に影響が出てきますが、まあ、これはまた13ページでやっていきますので、とりあえず承継欄より今下について見ていると思ってください。間接法の場合は、承継欄より上において PL の受取利息、配当金、支払利息を調整する必要があると。ただ、まあ、ちょっとここはね、今承継欄より下に絞ってみていますので。はい。それでは、続いていきましょう。次はですね、単純な内部取引というわけではありません。連結子会社からの配当を受けましたよっていうパターンで、6ページ見てください。はい。ここは内部取引で相殺する部分もあるんだけれども、実態をですね、連結に合わせて個別上の科目に変更していくっていう側面もあり、ダブルの種類のですね、まあ、2種類の調整がいっぺんに行われる論点になります。はい。子会社が親会社に配当するというパターンです。で、ちょっとこのパターンはね、板書していきますね。どういう取引かっていうと、まあ、ちょっと小さくね、この上のあたりにメモしていただければというところで、はい。これは子が親にね、配当をするというケースになりますので、P 社と、ちょっと小さいかな、すみません。P 社と S 社がいて、で、S 社には非株がいると。はい、ちょっと丸ひと。で、まあ、数値なんかはね、せっかくなんで、設令さんの数値に合わせていきたいと思います。この S 社ですね、子会社 S 社が配当します。配当額が、2万5000、2万5000配当します。で、 P の持ち分が 80% ということは、裏を返せば非支配株主の持ち分が20%ということになります。はい。これを前提に考えると、子会社 S は2万5000配当するんですけれども、そのうち2万は親会社 P への配当になります。2万80%ですからね。2万5000の 80% で、5000は非株への配当になりますね。5000は非株への配当と。で、連結財務省をですね、考えたときに、これ P と S は同一視しますから、ここを、まあ、一つグループと考えていくわけですね。こうグループと考えていきます。そうすると、S が P に行った2万の配当、これ内部取引なんですね。グループの中のお金のやり取りなので、こっちは相殺していこうと。まあ、調整で言うと、
ローマ数字1番の、要は相殺するって話です。相殺すると、これローマ数字1番ですね。相殺しましょうと。はい、相殺すると。で、非支配株主に行った配当は、これは内部の取引ではないというふうに考えていきます。で、ここはね、ちょっと科目を変えていきます。ローマ数字2番、まあ、ちょっと振り替えとしますね。科目の振り替えですけど、ちょっとね、文字小さくてすみません。見えますかね、下振り替えですね。ローマ数字2番の振り替え、だから2種類なんですね。2万5000の配当のうち 80% 部分は内部取引だから相殺していきましょう。2万5000の配当のうち 20% 部分の5000は非株の取引であり、非株との取引であり、内部取引ではないんだけれども、まあ実態に合ったですね、分かりやすい科目に付け替えていきましょうという調整をしていきます。はい、では、レジュメの方に戻っていきます。処理1、2、3とありますけれども、まず1番、親会社が子会社から受けた配当の分だけは、まあ、親会社が計上した利息配当金の受け取り額を消していきます。で、内部取引ですからね、内部取引ですから。はい、で、非支配株主に行った配当は、これは連結特有の科目ですね。非支配株主への配当金の支払い額、ちょっとこれはね、連結特有の科目なのでチェック入れていきますかね。非支配株主への配当金の支払い額という科目で処理していきます。さっきの番書の5000部分ですね。5000部分で、子が行った配当は全部消していきます。つまり一部は内部取引だから8万円分ですね。あ、ごめんなさい。2万円分。80% の2万円分は内部取引だから消していく。5000分は科目を振り返るので、2万5000、子会社は配当金を支払っているっていう、まあ、配当金の支払いが個別上計上してるんだけれども、これは全カット。80% は内部取引。20% は科目の振り返り。全部消していきます。なので、こうなります。ちょっともう今設立の数値使っちゃったので修正プロセスのところですね、ちょっとここはチェックだけ入れていきますけれども、P 社の利息配当金の受け取りは2万減額、 S の配当金の支払いは全部消す。で、新たに非支配株主への配当金の支払い額を設け5000を計上と、ね、まあ、これがやるべきことですから、ね、これ3つができればいいわけです。まあ、今日の設立はすべてやるべきことを可視化して文字に移しましたので、それに従ってやってもらえれば連結キャッシュローは決算書は作れます。はい、で、じゃあ初めに個別キャッシュローありますけれども、 P 社の利息及び配当金の受け取り額、個別上4万ってなっていますが、まあ、そのうち2万は子会社 S 社からの配当なんで、まあ、要はここをマイナス2万するイメージですね。マイナス2万するイメージと。はい、そうするとまあ金額5万になるんですね。5万ですよと、まあ、4万足す3万の、まあ、合計7万から2万減らしていく。はい、そして非支配株主に対する配当は財務活動によるキャッシュフロー、ここですね、非支配株主への配当金の支払額という、まあ、新設科目を設けてそこに表示をしていきます。はい、で、ここなんかはですね、まあ、論文なんかを考えるとこうブランクになっている場合が結構あるんですよ。科目ブランク、財務活動によるキャッシュフローの一番下、ね、これ自分で非支配株主への配当金の支払い額っていう科目がここに計上され、ね、まあ、それ自体に気づかなければいけないという趣旨ですので、ね、まあ、これがね、空欄だった場合にちゃんと自分で非支配株主の配当金の支払い額を思い、浮かべられるかですね、思いついて書けるかどうかも一つポイントになってきます。
非課税への配当分ですね。ここですね。はい、そしてこれは個別キャッシュを見ましょうか。子会社 S 社が行ったこの配当金の支払い額はこれは全部カットされます。これ全カット、 80% は相殺され、 20% の5000は科目が変わったので配当金の支払い額という形で計上はしません。はい、そのためこれ留意点のところを見てください。ここは留意点もチェック入れていきます。子会社で個別上計上されている配当金の支払い額は全額消去されるので、その後連結キャッシュフロー計算書における配当金の支払い額は親会社が個別上計上した配当金の支払い額の全額金の金額となると、すみません、ね、の金額となる。つまり親 P の個別上の配当金の支払い額がイコール連結キャッシュフロー計算書の配当金の支払い額になります。もし色がもう一色ある方はちょっと青で、結局この金額ですね、この P の3万5千がそのまま連結キャッシュに行くってことです。移すだけ。これ連結 SS とかのね、剰余金の配当とかと同じです。連結 SS の剰余金の配当も、あの普通に SSS よ、キャッシュフローじゃなくて、ね、連結 SS の剰余金の配当も親会社が行った剰余金の配当を移すだけですし、まあ、あとは資本金とかもそうですね。連結 BS の資本金も親の資本金を移すだけっていうのと同じ種類です。同じ類です、ね、もう移すだけ。子会社が行ったやつは全部消されますからね。子会社が何社いても全部消されますから、ね、もしこれが回答箇所としてあればラッキー問題、ね、ラッキー問題になります、ね。まあ、今年の論文試験試験でも、第5問で配当金の、ね、支払い額、連結 SS の配当金の支払い額を埋めるラッキー問題が1つですね、出てました。で、親会社が行った配当をそのままですね、移せばこれで、答えが1つですね、拾えると、政党が1つ拾えるという問題が、まあ、文書の穴埋めで出ていました、ね。はい、ここはね、ちょっと総裁消去するだけではなくて振り返っていくっていう作業も必要になってきます、ね。まあ、非支配株主に対する配当金の支払い額というですね、新しい、まあ、連結キャッシュフロー計算書特有の科目が出てきますので、そこは注意をしてください。はい、それではどんどんいきましょう。続いては社債取引に入っていきます。7ページで、社債取引というのはですね、実は発行時取得と発行後取得と2つに分かれるんですけれども、今日のこの苦手論点克服講座は発行後取得のみを見ていきます。発行後取得ですか。で、発行時取得っていうのは、まあ、これね、家帰ったらテキストなんかで確認してもらいたいんですけども、発行時取得はですね、これ内部取引総裁するだけなんで、まあ、特に変わったことやらないんですよ。1番総裁の調整のみと基本的に総裁の調整をするものは今日の講義の中では結構省いてレジュメ作っております。総裁の調整のみ、はい。だから親子会社間で社債と有価証券のやり取り、まあ、社債のやり取りしてるわけですよね。親会社は社債発行します、子会社はそれをです、ね、取得します。社債の発行の収入と有価証券の取得の支出を単純に、ね、総裁消去するだけなので、ここはちょっと各自ですね、今日の講義では扱っていませんので見ておいてください。だからどちらかというとポイントになってくるのは今から見ていく発行後取得です。発行後取得は、まあ、総裁するっていう部分も、まあ利息部分は確かにあるんですけれども、ちょっと利息はね省いてそれ以外の部分で、連結の実態に合わせた科目に変更するっていう調整を見ていきます。また後で留意事項のところで見ていきますが、今日利息の部分ちょっと無視しますね。説明の中に利息入ってるんだけども、ここは利息は無視します。はい、ではこれもですね、少し板書を入れていきますね。実態を見ていかなければいけないので少し図を書いていきます。
親会社 P 社、子会社 S 社で、ちょっと先にグループの枠入れちゃいます。はい。で、まあ、ちょっと設立に合わせていくんで、これ P が社債を発行していますんで、ですか？とりあえず P が一旦社債を発行していると。まあ、ちょっと社債の発行と。で、これはですね、以前ってことです。以前。以前。以前発行していると。で、以前発行していたんですが、まあ、具体的にはこれ、×1 年4月1日。でも、この設令はですね、日付関係ないんで、あまり気にしないでください。×1 年4月1日に発行しており、それをですね、×3 年の当期に S が取得したと。×3 年9月30日の利払い日後ですから、×3 年10月1日にまあ取得したというふうに考えちゃっていいでしょう。これを S がここから拾ってくると、まあ、市場から拾ってくると、まあ、外部にね、発行していた社債を子会社 S が取得で、これ S の個別上は、ちょっと個別上、ちょっと丸ことしますね。個別上はこれ外から社債を買ってくるわけですから、個別上は投資有価証券の取得による支出なんですね。ちょっと投融と略しますが、投資有価証券の取得による支出、取得支出と少し科目は省略します。個別上はね、投資有価証券の取得による支出今個別の観点だから P と S は別物って考えてくださいよ、ね、まだグループっていう発想ではなくて、個別上は、まあ、P というですね、別会社が昔、まあ、2年半前に発行した社債を証券市場から買ってくるだけなので、単なる有価証券の取得の支出というふうに S はキャッシュロー計算書上ですね記載してるはずなんだけども、はい。ただひとたび P と S を同一視して家族としていう括りで見ていくと、はい、自分が発行した社債をマンキーバーに取り返していることになるので、連結上は有価証券の取得じゃなくて社債の買い入れ償還って考えるんでした。で、これはですね、別にキャッシュロー計算書の論点じゃなくて、連結の成果連結のところでも出てきていますから、レクだったらテキスト7の成果連結で、通常の連結修正というパターンで見ていっていますので、まあ、要はその復習ですね、はい、じゃ連結上は社債の買い入れ償還って考えるので、キャッシュロー計算書上の表記としては、これ社債の償還による支出っていうふうに考えていきます。社債の償還による支出と、ここはちょっとフルネームでいきますね。はい。だから要はこれ変えていこうってことです。個別上は有価証券の取得による支出って、計上している部分を、連結上は社債の買い入れ償還と見るので、社債の償還による支出っていうふうに変えていきましょうっていうことです。はい、まあ、このからくりが分かれば、もうここは全然難しい話ではありません。じゃあね、ちょっと説例で見ていきたいと思います。まあ、やることはもうここですからね。親会社もしくは子会社が投資有価証券の取得による支出としている部分を、社債の償還による支出に科目を振り替えていく、実態を見て科目を変えていくという作業で、総裁消去したりはしないと。はい、それでは説例4番ですね、眺めていきましょう。
S 社は P 社がまず1年4月1日に発行した社債のうち、ちょっと詳細は言葉していきます。もう問題に関係がないのでね。社債のうち、額面1万5千について、ちょっとこれ資料が多いのでポイントになる部分チェック入れちゃいますね。満期まで保有する目的で1万4508で取得していると。まあ、要はここが知りたいんですね。ここが知りたいと。はい、で個別キャッシュフロー計算書上どうなってるかっていうと、まあ、今回別に P 関係ないんですよね、全くこの取引には。 S が勝手に市場から取得してきてるだけなんで、 P はこの取引に関して言えばキャッシュインもキャッシュアウトもないんですね、 P はね。ただ、まあ P 自身はどっかで投資有価証券を取得しているという前提で、一応個別はマイナス12万ですね、投資有価証券の取得による支出を入れましたが、別にこの取引とは全く関係がないと。で、S は個別上、投資有価証券の取得による支出マイナス8万計上してますが、このマイナス8万、8万ね、有価証券を取得してお金、S は払ってるんだけれども、そのうち1万4580は、親会社である P 社の社債を取得することで払ったものなので、まあ、要はここマイナス1万4580。なんで、まあ、キャッシュアウトのマイナスなんで、符号はプラスにしますね。1万4580と。まあ、これ消していこうというわけですね。まあ、キャッシュロー計算書はあとはこういった符号をね、間違えちゃうって人もたまにいますから、金額分かってるんだけども、マイナスにマイナスしちゃったとかね、まあ、そこも注意をしなければいけませんですね。まあ、トータルね、20万のうち1万4580は投資有価証券の取得による支出ではないので、それをですねマイナスしていきます。はい、S 社の投資有価証券の取得による支出を、これを1万4580消去していきます。はい、そして2番、新たに社債の償還による支出を設けて1万4580を計上する箱を移動させていくと。連結の実態から見れば社債の償還になるので、有価証券の取得から移動するんですね。1万4580、ね、有価証券の取得による支出からこっちに移動すると。でここは投資活動と財務活動をまたがって金額がずれてきますので、まあ、担当なんかでも注意ですかね。ね、担当っていうのは投資活動によるキャッシュローの金額を求めなさいとか、財務活動によるキャッシュローの金額を求めなさいとかっていうのが、まあ、ここ最近連結キャッシュ出た時の、まあ、総合問題の一番最後の方に出てるパターンで。で、この論点出せば、これ引っかかった人は投資活動と財務活動両方間違えてしまいますから、まあ、そういった意味でですね、同じ区分の中で移動するものっていうのは、あんま面白くないんですよね、出題者から見ても。特に担当だったら、投資活動によるキャッシュローを求めなさいっていう時に、投資活動の中で移動する金額の論点を出しても合計変わらないんで面白くないんですけれども、この論点は投資と財務の金額が変わってきますから、だから担当では出しやすいですね。はい、で理由点、これさっきもねちらっと言いましたが、まあ実際はそこからクーポン利息の処理なんかが加わると考えられますので、今回も利息無視しましたけれども、あとは利息のやり取りを相殺していきます。ただこれは節例2でさっきやったのと同じやり方ですからね、親会社と子会社の利息、支払い利息、受け取り利息を、消していくっていう作業が実際は加わると思ってください。はい、ちょっと節例をシンプル化するために利息の分は省いて、もう利息は節例2でやってるんでということと、あとはですね、この社債の償還による支出、これがブランクになるっていうことも結構多いです、パターンとしては。まあ答案用紙に書いてあったらなんとなく気づいちゃいますからね、あこれそうだったって気づいちゃいますから、まあそういうことをなくすためにちょっと性格は悪いですけれども、まあ相手して簿記の問題っていうのはそんなもので、ね、ブランクになっている場合が結構あります。はい、これがまあ以上留意点ですね。まあ実態が違うというところ、まあ、この実態が違う、そして科目を振り返るというのはもう知識ですから、知ってれば解けるしね、知らなかったらもう何やってもできないというところなんで、で相殺消去するというのはある意味力ずくでもね、考えることできるんですけれども、まあそれとはね違って、やっぱり実態を合わせていくっていうのは勉強をしっかりと、積んでいかないと、いけないというところですね。はい、それでは続いていきます。もうちょっとね続きます。承継ラインの下、まあ、一番点数取れるところなんでね、ここをむしろ厚くやっていこうということで、8ページの子会社の増資と、
このね、苦手克服講座をですね、何やろうかなって考えてて、連結キャッシュローをやろうって、1週間ぐらい前に決めたんですけれども、やっぱりこういろんなね、この講座やるにあたって参考書とかをね、見たんですけど、やっぱ多くの、ほとんどがね、その営業活動の、しかも間接法の難しいところを結構初めに説明してるんですよ。で、さらに未達があったり、リコのテキストもそうなんで何とも言えないんですけども、で、営業活動の承継欄いろいろなところってやっぱ難しいんで、そこから入ると分かりづらいんですよね。だから今日はもう一番最後に持ってきて、初めに点数取りやすい承継欄の下から、やっているので、結構連結キャッシュ苦手方が多いのは初めに営業活動からやるからなのかなっていうふうにはすごい思いました、それは。で、営業活動の承継欄より下はそんな難しくないんで。だから食わず嫌いにならないでっていうことと、あと営業活動の承継欄よりは、最悪捨ててしまってもね、埋没になる可能性が高いのでということで、少なくとも承継欄の下は合わせられる練習っていうものをね、まずしてもらいたいかなと思います。ちょっとね、途中ですけれども、ちょっと余談になりました。では続いて8ページですね、連結子会社の増資というところを見ていきます。ここもですね、パターンは2つの調整ですね。内部取引を相殺消去していきましょうという側面と、あとはですね、科目を変えていきましょうという側面と、2つになります。で、発想としてはですね、先ほど、子会社が行った配当と、近いんですね。子会社が行った配当と近い、つまりこれは子会社が増資をしているので、その逆で、親から子にお金が払われる。非株から子にお金が払われると。ですか？子会社が増資してるんでね。ちょっともう今日ここはね、図は書きませんけれども、資金の流れとしたら配当の逆みたいなものです。増資をして、親会社が一部引き受けて内部取引してますよ。増資して非株が一部取引して、増資引き受けて。で、ここは内部取引じゃないですよと。なので、非常にこの配当のところと発想は同じというところですね。ちょっとそこだけ、その旨をメモしておきます。子会社の配当と発想同じですよと。子会社の配当と発想同じ。資金の流れが子に集まってくるだけですね。配当は子からアウトしていったんですが、今度子にインしていると。でも逆になってるというだけで、基本的にはもう同じように考えていきます。連結会社間で発生した内部取引は消していきましょう。まさにこうですね。今度資金の流れ逆なんで、 P から S に増資によって払い込んだ部分は内部取引だから消していく。で、非株から払い込みがあった部分を、これ、非支配株主からの払い込みによる収入という新しい科目で置いていきます。配当の時も非支配株主へのですね、配当という科目に置いていったのと同じで、ここは非支配株主からの払い込みによる収入。非株の部分は内部取引ではないので、科目を振り返っていくという調整です。相殺消去ではありません。科目を振り返っていくという調整です。で、あとは子会社がね、株式の発行によって、ごめんなさい、子会社は、そうですね、子会社は株式を発行することによって、親会社と非株から払い込んでもらっているんですけれども、それを全部消していきます。配当の時も、子会社が行った配当を全部消していったのと同じように、株式の発行によってもらった収入、もらったお金を全部ここは消していきます。それではね、ちょっと説例を見ていきましょう。S 社は当期末に200株について1株400にて自家発行増資を行い、このうち40株を親会社である P 社が引き受けていると。なので、裏を返せば160株は非支配株主が引き受けているということになります。なので、親会社の引き受け分は 400×40 株の1万6000ですね。一応、親の引き受け分だけ金額上にメモを入れていきます。 400×40 株、親の引き受け分が1万6000だと。で、残り非株が6万4000払って、
子会社 S 社は親会社 P 社から1万6千払い込み受けて、非支配株主から6万4千払い込み受けて、全部で8万払い込み受けましたと。はい。では何をすべきかですね。2番の修正プロセス。はい。P の子会社株式取得による支出1万6千、これ全額消していきます。これ内部取引だからね、内部取引だから消していきましょうと。ではここですね、 P が個別上を計上した子会社株式の取得による支出、これはもう全部消していくと。はい。あと同じようにですね、 S は株式の発行による収入ですね、受けているんですけれども、これも結果全部消えていくと。まあ、P が払い込んでもらった分は内部取引だから消していきましょう。非株から払い込んでもらった部分はその下、新たに非支配株主からの払い込みによる収入を設けて6万4千を計上すると。はい。でそうすると、子会社株式の取得による支出はもうなくなるわけですね。まあ、バーが振っており、で、株式の発行による収入は、まあ、さりげなくここは P 社も株式発行してるんで、まあ、P 社の株式による発行による収入14万、これをそのまま入れていく。 S のものは全消え。はい。そしてこちらですね、非株からの払い込みは非支配株主からの払い込みによる収入、これをつけていきます。6万4千、非株から受け取った部分。まあこれもですね、留意点に書いてありますけれども、これもブランクになっている場合が結構多いです。まあ、特に論文なんかで、ね、答案用紙が与えられているようなものであればブランクになっている可能性はあると思ってください。まあ、一つね、その総合問題としての出題、まあ、最近はあまりないですけれども、連結キャッシュ論文とかでも、ただ、まあ、答案用紙が本当にね、キャッシュロー計算書で与えられているというような問題は、この実態を見て科目を変えていくっていう調整をしたときに、その変わる科目が空欄となっているケースが多いと思ってください。まあ、今それに気づくかどうかっていう話なんでね、科目を与えてしまったら気づいて、気づかせてしまうんで、からここなんかはまさに、科目ブランクになる可能性はあると思ってください。はい。それではですね、あと2つですね、承継欄より下の調整、あと2つ、残り見ていきます。残りの2つはですね、まあ、ワンセットっていうふうに捉えていってもいいと思います。子会社株式の取得売却に伴う、キャッシュインアウトになります。9ページ。まあこれなんかはね、もう結構論点としてはメジャー論点で、この前の論文式試験でも、この部分は出ております。子会社株式の取得による支出または売却による収入で、9ページの方はこれ連結範囲の変更を伴うバージョンですね。つまり支配新しく獲得したり支配を喪失したりするバージョンで、先にタイトルだけチェック入れていきますと、10ページの方は連結範囲の変更を伴わないバージョン、つまり支配継続バージョンですね。はい。でこれ簿記のテキストから引っ張ってきたんですが、10ページの下ですね、ここの留意点の表は囲っちゃいましょうか。はい。連結範囲の変更を伴うバージョンと伴わないバージョンで、その収入支出のキャッシュフロー計算書上の表示区分が違うんでした。もうこれは確実に覚えてください。まさに論文でこの前取材されたのは、この連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得売却による収入支出がどこに表示されるのかっていう、ここですね、財務活動で、その理由が問われていたんですね。まあ資本取引だからっていう話で、ね、はい。連結範囲の変更を伴わない支配継続バージョンについては、その収入支出は財務活動で、一方範囲の変更を伴うバージョンは損益取引というふうに考えていきます。まあ、支配喪失バージョンですね。はい、その場合は投資活動に、区分をしていきます。
はい、まあ、この理由なんかまたね、理論講義なんかで、学習をしていただければと思いますので、とりあえず今日は結論部分を、ね、押さえていってください。では連結範囲の変更を伴うバージョンから見ていきます。ページ戻っていきます。連結範囲の変更を伴うバージョンは基本的にはですね、実態に合わせた科目に変更をするという調整になります。はい、まあそもそもね、連結まだしていないっていう状況で追加取得したりするので、追加取得したりするわけですから、まあ、その内部っていう発想ではないわけですね。でこれはもう科目を完全に変えていくと。親会社が個別上子会社株式の取得による支出という形で計上していたものを、はい、これ新しい科目ですね。連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出に振り返る。科目長いんですよね。連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出に変えていき、表示区分はですね、先ほど10ページで表チェック入れてきましたが、まあ、同じところで投資活動ですね、ここは。でこれ連結範囲の変更を伴うんで、その金額ですね、例えばこの説明そうなんですけども、10万払って子会社化しました。でも子会社化した会社の中にお金が2万2000入っていたら、2万2000は自分のものになるので、金額は10万から2万2000を引いた純キャッシュ、ね、純キャッシュの7万8000を金額つけていきます。ここ注意ですね。はい、ここです。子会社株式の取得による支出額と子会社の保有する現金及び現金同等物の差額になります。説明は10万払って S 社買ってきました。でも S 社の金庫の中に2万2000入っていたということは、その2万2000は P 社のものになりますから、だから純キャッシュアウトフローというのは7万8000になります。その金額でつけていきます。範囲の変更を伴う場合というのは、これが一つ間違いやすいです。10万払ったから10万というわけにはいかないんですね。であとはそのね、やってきた現金及び現金同等物は期末の現金及び現金同等物にカウントしていきます。はい、じゃあね、金額確認していきましょうか。まあここは、ね、ポイントは表示区分だったりしますので、表示区分とあとはその金額のね、純キャッシュアウトフローを使っていくと。P 社は当期末に S 社の発行済み株式の 60% を10万で取得し、連結子会社としていると。で株式取得時に S 社の BS に計上されている現金は2万2000とありますが、まあ、金庫の中に2万2000入っていたということですね。はい、そしたらやるべきことは、まず科目変えていかなければいけません。P 社は S 社の株式を取得するために10万払ってるんで、個別上は子会社株式の取得による支出10万として計上していますが、これは全部消していきます。そしてさっきもね、言った通り、10万払ったんだけれども取得した S 社の金庫には2万2000入っていて、2万2000は自分のものだから、マイナス10万プラス2万2000で7万8000を科目変えた連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出で計上していきます。7万8000。はい、これ科目の振り替え、ただ表示区分としては同じですね。投資活動同じです。であとは S の保有する現金2万2000を現金および現金同等物の期末残高として計上していきます。まあ、これ忘れやすいですね。まあ、基本的にキャッシュフロー計算書は期末に子会社化した会社の計算書は合算はしないですよ。キャッシュフロー計算書はフローですから、ね、期末に連結した会社は BS 合算しますがね、 PL やキャッシュフロー計算書は合算しません。ただこれです、この期末残高だけは合算してきます。まあ、これ言ってみれば BS みたいなものですからね。だからこれは合算していきますので、だからまあ結果として27万2000ですか。キャッシュフロー計算書は期末子会社化した場合は合算しませんが、現金および現金同等物の期末残高は BS 数値みたいなものですから、ここは合算していきます。
はい、まあ、このあたりもちょっと注意ですね。で、留意点のところはですね、まあ、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出は、もう次のページですぐやりますけれども、財務活動に区分すると、まあ、ここがポイントで、伴うバージョンは投資活動に区分するので、もともとの子会社株式の取得による支出も投資活動で、科目振り返っても表示区分は投資活動なので、まあ、出題者からすると引っ掛けポイントが1つ減ってしまうんで、どっちかっていうと伴わないバージョン出したいんですね、出題者は。こっち財務活動だから。だから子会社株式の取得によるっていう個別の投資活動と表示区分違うので、まあ、一応出したい出題者の気持ちというのはこの後やっていく伴わないバージョンになります。ただ伴うバージョンは伴うバージョンで、そのね、現金の金額を純キャッシュアウトにするっていう引っ掛けはありますので、はい、そこは注意してください。はい、それでは伴わないバージョン見ていきます。はい、まあ、これはもともと子会社化している会社の株式を追加取得したっていうパターンですから、さっきの現金の話はもう出てきません。もうとにかく科目を変えるだけですね。子会社株式の取得による支出で、親会社は個別上投資活動に表示していたわけですけれども、連結範囲の変更を伴わない場合は、財務活動のキャッシュフローに連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出という科目で、もう金額は同じなんでね、科目だけを変えていくと、科目と表示区分、財務活動の財務っていうところをゴシック抜けちゃって申し訳ないですけれども、これですね、財務活動によるキャッシュローに表示をすると。はい、ですかね。なので、まあ、やるべきこととしては、まあ、ここはもう本当にね、金額はいいので科目を変えるだけなので、投資活動に表示されている子会社株式の取得による支出発生を、まあ、これ全部消していって、まあ、これなかったことにするわけですね。これなかったことにして、まあ、他にもあればまた別ですよ。他の子会社株式を普通にね、取得しましたっていうのであればまたですけれども、とりあえずここはなかったことにして、その後8万を連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出として計上と。でも繰り返しになりますけれども、この連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出は財務キャッシュになりますんで、まあ、ここは要注意ですね。財務キャッシュ。ここまでが直接法、間接法を含めた営業活動によるキャッシュフローの承継欄よりも下のお話です。で、まあ、今日ね、一番こうやってもらえたところはむしろここだったので、ここにある程度時間をかけていきましたけれども、ね、一番点数取りやすいところです、ここは。とにかく点数が取りやすいところです。これ1ページ目ですね。なので、まあ、復習の時も基本的にはここをね、中心でやってください。まあ、さっきもね、お伝えした通り、やっぱ営業活動は財務活動や投資活動に比べると正答率は下がります。ということは、埋没率が高いということですから、場合によっては問題見て切るっていう選択を入れていかなければいけない部分でも、特に営業活動あると思うんですね。でも投資財務はですね、営業活動に比べれば集計量は多くないはずなので、ここは比較的点数は狙えると、まあ、単論ともに。まあ、論文だったらね、投資や財務のところで部分点をね、引っ張っていく、取っていかなければいけない、ね、というところにもなります。はい、ですので、まあ、ここを、ね、点数取りやすいよっていうところですね、まず確認の方できたかなと思います。はい、じゃあ、この後ね、ちょっと残り時間少なくなってきましたけれども、次は
小経欄より上に入っていきます。まず直接法ですね、直接法を見ていきます。ですみません、ちなみにごめんなさい、この本講義の進め方234は全部原則法ですね。ちょっとこうですね、234も全部原則法になります。ちょっと順番が前後して申し訳ないですけれども、234は全部原則法と。はい、それではですね、直接法の小経欄より上を見ていきます。レジュメは11ページですね、先ほどの続きです。典型的な取引、まず商品売買取引で、まあここは、ね、すごいシンプルですから大丈夫かなと思います。親子会社間で商品売買しましたよ。そしたら商品売買の代金を親と子でやり取りしたら、それを相殺消去するっていうことで、まあ直接法は小経欄より上も発想は同じで、調整の種類は2種類、2種類というか、まあ基本1種類かな、もうね、もはや、まあちょっと2種類目が入る時もありますが、ほとんどは相殺していきましょうっていう調整になります。はい、ですので商品売買であればダウンストリーム前提で見ていくと、親が計上した営業収入を消していく、この計上した商品の仕入れ支出を消していくっていうだけです。はい、なのでちょっとね、時間がなくなってきましたので、この説例1は皆さん各自お任せしますね。もう親子会社間の商品売買のお金のやり取りを営業収入、商品の仕入れによる支出で相殺するというだけですから。はい、なのでここはここまでやってきた話と基本同じなので、一旦ね、割愛させていただきます。でちょっと見ていきたいのは12ページですね。はい、論点としてはマイナーです。連結会社間振り出し手形の割引ということで、さっきね言った通り、基本的には直接法の場合って小経欄より上は相殺するっていう調整がほとんどなんですけれども、この連結会社間手形の割引は一部実態に合わせた科目を使っていく必要があります。はい、じゃあまずここのね実態から図を使って見ていきます。まあこれは通常の連結成果連結の中でもね実態は見ていっていますけれども、まあ復習ということで、はい、親会社 P 社で子会社 S 社、まあ、アップストリームって考えて P から S に手形が振り出されていると。ちょっと手形ですね、中に書ききれなかったんで失礼しました。手形が P から S に振り出されていると。でそれを S が満期まで待てずして、ちょっと銀行ですね、 BK としますが、銀行に持っていって割引をすると。まあ、割引しますよと。はい、で個別の観点から見れば P っていうのは別の会社である、ごめんなさい、 S か、 S っていうのは別の会社である P 社から手形を受け取り、その手形を満期日前に金融機関に持っていき換金したということなので、個別の観点からすると、まあ、S は割引なんですね。割引でいいんです。で割引の収入っていうのは営業収入になります。はい、ただこれ P と S を同一視すると、P と S を同一視すると、まあ確かにグループが手形を銀行に持っていって換金するわけですけれども、ですか、そもそも手形の割引を考えたときに、他の誰かさんからもらった手形を満期前に換金するっていうのが手形の割引なんです。でも P と S を同一視すると、その大前提である他の誰かさんからもらった手形っていう前提崩れちゃうんですね。自分で手形を振り出してお金換金するということになるわけですよ。はい、
ですので、個別の観点から見れば S は P からっていうですね、第三者からもらった手形を満期前に換金っていう割引の前提が成り立つんですが、連結は自分が振り出した手形をですね持っていって換金するっていうことなので、これ実態としては連結の観点から見るとこれ手形を担保にお金借りてるだけなんですね。はい、連結は手形を担保とした借り入れと、担保とした借り入れになります。個別はね割引なんですね、個別は割引なんだけど、連結は手形を担保とした借り入れというふうに考えていきますので、だから科目変えちゃうんですね。科目変えていくと、個別は単なる割引で、割引による収入は営業収入ですからね。でも連結で見れば割引という発想ではありませんので、手形を担保とした借り入れでも、まあ単なる借り入れに過ぎないんだ、まあ、担保している部分に関しては財務諸表上、まあ中期するぐらいですから、ね、特に担保が何なのかっていうところは本体には載ってきません、ということで、まあ普通に借り入れしたってことですね。で、短期借り入れの収入に科目を変えていきます。はい、なのでこの場合は営業収入を短期借り入れによる収入に科目を変えていくというだけですね。で、基本的に手形はそんな長期的な、ね、決済手段ではないので、まあ、あの短期っていうものになりますと。はい、まあ、ちょっと説明簡単に見ていきましょう。P 社は商品売買の代金として受け取った S 社振り出しの約束手形8000を銀行で割り引いていると。で、その決済日はまだ到来していないということで、はい、で、割り引いた時に、ね、まあ、ちょっと図と逆で申し訳ないですね。 P が S 振り出しの手形を割り引いているんで、板書の図とは関係性がちょっと逆になりますけどもね、説例は S と P 逆に考えてください。はい、個別上は P が営業収入で8000計上してるんだけれども、それは消していきます。手形の割引じゃないんで営業収入ってことではないんですね。連結から見ると板書した通り手形を担保とした借り入れ、つまり短期借り入れなので短期借り入れによる収入として8000を計上し直していきます。はい、まあ、ここですね、ここを持ってくるわけですね、まあ、これは承継欄またいできますね。だからここは承継欄以降にもちょっと関係があると思ってください。承継欄より上のくくりで、この12ページで見ていますけれども、まあ、実は財務活動によるキャッシュフロー、承継欄をまたいで金額が移動すると。はい、まあ、これが直接法の、まあ、代表的な、ね、論点全部じゃないんですよ、代表的な、論点になります。ただまあ直接法については、ね、もうご存知というわけじゃないですけれども、やっぱり個別キャッシュのところでもそうですが、やっぱり勘定分析をしてね、その利確金によるキャッシュアウトがいくらとか、キャッシュインか、キャッシュインがいくらとかね、手形によるキャッシュアウトがいくらとかっていう、そういうところをですね、ある程度分析していく可能性が、ありますので、まあ、場合によっては面倒くさくなる可能性もありますし、まあ、この説明の出し方でいけばそんなにまあ難しくはないですけどね、さっきの説明、はい、そうですね、ただまあ特に勘弁法なんかでは直接は面倒くさくなりがちだと思ってください。はい、で、今回、ね、その未達があるバージョンは特に見ていっていないので、まあ、少し難しくなるんで、だからもしね、今日の内容を、カバーしつつ余力があればね、未達取引があるバージョンも見ていっていいのかなと思います。ただやっぱりね、その重要性の観点からすると未達取引、まあ、出る可能性は確かにあるんですけど、ただ未達取引が生じるパターンを受験生みんなが精度高く正解してくるかって言ったら、おそらくそれはないと思うんですね。だからもう優先順位は後回しでいいですから、ね、レックのテキストだと結構初めの方に未達があるんだけども、もうそこ飛ばしちゃっていいですから、ね、そこ飛ばしていいですから、ね、最後の方に
ね、連結キャッシュある程度できるようになってきたなって、そういう段階に行ってからですね、未達の処理を見た方がいいと思います。はい。それではですね、続いていきます。次が、まあ、ちょっと時間なくなってきましたが、間接法、ね、間接法について見ていきます。レジュメの2ページですね、こちら見てください。はい。これね、間接法による営業活動によるキャッシュフロー、まあ、承継欄より上と一部承継欄の下も示しておりますけれども、間接を基本的に点数取りやすいところはこの部分です。これ結構大きめなサークルで囲ってあるこの部分、ここ点数取りやすいです、間接法でも。まあ、担当だと部分点っていう概念がないので、担当受験生にはあまり当てはまらないかもしれませんが、論文であればこういったところで部分点は取れます。で、ここはどういうですね、調整項目かっていうと、これは要は連結 PL の金額を移せばいいだけなんですね。もうキャッシュほとんど関係ないんです。連結 PL に書いてるやつを移すだけですから。だからキャッシュフロー計算書の知識が必要になってくるっていうよりも、連結会計で普通に連結修正仕分けを切ることができれば連結 PL の値を求められますので、それを移してくると。はい。これが間接法のキャッシュフロー計算書の調整の1番なんですね。これちょっとぐるっと囲っていきます。で、この1番が一番点数取りやすいです。なんで間接法が出て総合問題出たら、なるべくこの1番のところで点を稼ぐという意識は持ってください。この1番の調整、つまり今丸で囲ったですね、これですね。だって連結 PL の金額を移すだけですから、移すだけですからね。はい。で、ただまあ原則っていうことを考えると連結 PL は与えられないんですけど、ただ個別 PL の値が個別キャッシュに移し込まれますよね、承継欄の上って。承継欄の上の調整って特別損益とか営業外損益を逆算する調整が入るので、それって結局個別 PL の金額です。だから個別 PL の金額を個別キャッシュから拾ってきて、あとは修正仕分けで調整してあげれば連結 PL の金額出ますよね。だから言ってみればこれ別にキャッシュフロー計算書じゃなくて連結 PL 作るっていう論点です。だからキャッシュが苦手だっていう方は、ここはキャッシュじゃないですからね、やってることですか。だからもうここは部分点取れるはずです、ね。まあ、そもそもそのね、キャッシュじゃない連結の部分ができなければいけないわけですけれども、ね、はい。あとですね、まあ、ちょっと調整一番しづらいのはこの2番かなと思います。まあ、2番3番、ね、ここはなかなか点数としては取りづらいところになってきます。まず3番は税金等調整前当期純利益で、まあ、ここなんかは連結上の税金等調整前当期純利益なので、要は親会社株主に帰属する当期純利益と非支配株主に帰属する当期純利益を合算するような、そんなものになりますので、まあ、こんなところ出たら無視ですね。完全にもう埋没ですから、ここに付き合ってる暇は論文も担当もないわけですよ。付き合っちゃダメなんですね。はい。あ、要は両者の利益が分かっていないといけないということですから、親株利益と非株の利益、だからまあここはもう基本的に無視しちゃって構わないということですね。これが3番の調整。あと、まあ上級者であれば2番のところには行っていいのかなと。連結 BS の金額に基づいて売上債権とかですね、棚卸さんの増減を調整すると。はい。まあ、与えられている個別キャッシュの金額は個別 BS の金額が計上されているため、それを連結 BS の金額に修正して増減を求めていくと。まあ、これも連結の分野ではあるんですね。まあ、今日最後にちょっとね、見てはいきますけれども。ただまあここもですね、上級者ですよね。初めからここをやろうとすると心が折れますので、まあ、さっきも言った通り、とりあえず連結キャッシュですね、今日のこのレジュメの順番でやっていく方が絶対にスムーズにマスターできますから、初めから営業キャッシュは辛いですからね。初めから心が折れると先進んでいくのが辛くなりますので、だから
完成そうであれば、まず PL の、ね、項目ができるようになってからプラスアルファで、この売上債権の増減とか棚卸の増減のところにトライしていっていいのかなと思います、ね、で承継欄より下は直接と全く同じですから、ここはいいでしょう、ね、はい。それではですね、ちょっと時間迫ってきていますけれども、間接法について少し見ていきたいと思います。レジュメは、13ページ。間接法の中でも、ここはですね、必ず点数を取っていかなければいけない部分だと思ってください。資金貸借取引。はい、ここ点数取れますからね。さっき言ったその PL の調整項目ですから、はい、ではちょっと説例も早速見てしまいますね。連結 PL 上の支払い利息受け取り利息をっていうだけなので、ちょっと問題いくと、P 社は登記主 S 社に対して10万貸し付けていると。で貸付金の利率は年 6% ですから、10万 ×6% で年間6000の利息が出てきますか。で承継欄より上はキャッシュのことなんか考えなくてもいいんですよ。逆に承継欄より上は PL のことですから、だから頭切り替えてくださいね。今までお金のことを考えていたと思うんですけども、ここから PL のことを考えていきます。だからお金のやり取りがあってもなくても、つまりこれだと未払いとかね、未収であったとしても、受け取り利息支払い利息の6000っていうのは連結上相殺消去されます。ここ修正仕分け書いてないんですけども、借り方受け取り利息6000、貸し方支払い利息6000っていう修正仕分け切りますよね。ですか、はい。なので S の支払い利息6000を減額、 P の受け取り利息6000を減額ですが、はい、これは繰り返しになりますがお金じゃないですよ。この支払い利息っていうのは費用の話ですから、この受け取り利息っていうのは収益のお話ですから、間接法の承継欄より上になった途端にキャッシュじゃなくて損益です。もう損益 PL もしくは BS を調整するんですから、この切り替えですね。はい、だからもうこれは入門期から散々やってきたお話ですよね。個別キャッシュフロー計算書の受け取り利息配当金や支払い利息は、これ個別 PL の金額がそのまま書き込まれるはずです。個別 PL の金額、これも一応初めなんでメモしておきますかね。ここは個別キャッシュですけれども、金額としては個別 PL の金額ですからね。ここ、ね、個別 PL の金額だから、一応キャッシュフロー計算書を見てるんだけれども、 PL を見ているのと同じですね。 PL を見てると同じだから、だからここに、なんならね、連結修正仕分けなんかを書いてもいいですよ、ね、借り方受け取り利息6000、貸し方支払い利息6000を加味すると、連結PL の受け取り利息や支払い利息が出てくる。それが連結キャッシュフロー計算書の間接法承継欄より上に行きます。受け取り利息配当金は P と S の合算がマイナス2万5000だけれども、6000を消してマイナス1万9000、支払い利息の方はP と S 合算するとプラス2万1000ですけれども、6000控除して、1万5000ですね。はい、という流れになります。これは絶対正解ですね。要は PL の値ですから、これは絶対正解すると。そして次のページ、次固定資産の売買取引、でここはですね、固定資産の売買で PL に絡んでくる部分っていうのは減価償却費と固定資産の売却損益です。だからここはですね、この前に見た説例と同じように連結 PL の金額に修正をしていきます。売却益と減価償却費ですね。ちょっとね、時間がなくなってきましたので、修正プロセスの方ですね、具体的な数字はね、お家に帰ってちょっと復習をするときに
じっくりと検討してもらいたいんですが、この取引によってですね、こういう連結修正仕分けを切ることができます。ここですね、資料2番で、この修正仕分けから売却益や減価償却費の連結上の金額を求めることができますので、それをそのまま連結キャッシュロー計算書に入れていくと。さっきの説明と同じで、個別キャッシュフロー計算書に与えられている金額は個別 PL の金額ですから、この個別 PL の金額に連結修正を加味して、まあ、普通に連結 PL の数字を求められます。ただ、まあ、これ無視してもいいんですけれども、固定資産の売買取引になると減価償却費や売却益を修正することに伴って税金等調整前当期純利益が動きます。なのでその部分も調整をしていかなければいけません。はい、この P と S の税金等調整前当期純利益の合計が21万、まあ、要は税引き前当期純利益ですね、個別でいうところの税引き前当期純利益の合計が21万。ただ売却益が6000減るので、そこから利益がですね6000減ります。でも減価償却費が1000ですね減るので、まあ、費用が1000減るってことは利益が1000増えるので、そこに1000プラスしていくと連結上の利益が出てきますね。はい、ただもうここは気にしなくても正直いいです。留意点のところにもありますけれども、税金等調整前当期純利益は通常埋没となる可能性が高いので、本試験では積極的に取りに行かないと、まあ、積極的に取りに行かないってことは無視ですね。無視です。もう時間余って余って見直しもしてまだ余るぐらいで見ていってもいいですけれども、もうそんな人見たことないですから、見直ししてまだまだ余るみたいな財務会計で、ね、はい、ね、だから、まあ気にしないということですよね。それは調整が本当にこれだけだったらね、取っていってもいいと思うんですよ。本当にこれだけの取引だったらね。でも実際の問題はさすがにこういうわけにはいかないので、はい、まあ、一応ね、この利益が動いた分だけ調整していくっていうことで、まあ、連結のところでいう親会社株主に帰属する当期純利益とかをね、修正仕分けから拾って求めるような発想で求めていくということになります。はい、なんでここもですね、出たら減価償却費と固定資産売却益、ここは取ってください。ここはね、ここ取れますからね、これ連結 PL の値ですから。これ連結ピールですからね、ここは取ると。はい、それですね、ちょっとだけあと5分ぐらいね、すいません、延長させてください、すいません、ちょっと残りね、説明なかなか全部は見ていけないのでコメントだけね入れていきたいと思います。じゃあ間接法の承継欄より、ね、上の商品売買、ね、まあ、むしろここが気になる方多いと思いますが、ただまあここはですね、正直棚卸の増減とか売上先の増減とか仕入れ債務の増減は、まあ埋没になる可能性が高いかなと思います。で、まあ、ポイントとしては BS の数値も連結 BS の数値にしてからその増減を調整していくとですか。なのでやり方をね、説明していきますと、ね、ちょっとねこの処理のパターンとか各自お願いしますが、個別キャッシュフローに記載されているこの PS の売上債権の増加とか棚卸債の増加とか仕入れ債務の増加っていうのは全部個別 BS の金額に基づいてるんですね。これって個別 BS の金額に基づいてると。個別 BS の金額に基づいていると。はい、個別 BS の金額に基づいているんですけれども、連結修正すると資産や負債動きます。まあ、今回未実現利益があり、あと債権債務の相殺消去あるんですね。なのでちょっとねマーカー3本使って色分けしていきたいと思いますが、これ2番にですね修正仕分けあります。修正仕分けあるんですけども、1本目商品6000減ります。この商品6000は
棚卸者の増加、ここに影響出てきます。個別上の金額で増減調整しているんで、商品6000減らして連結の棚卸者の金額にして調整をしていくと。はい。であとはですね、売掛金と買掛金の相殺消去をしています。売掛金記録できます。売掛金が1万2000消されているんで、これ売上債権の増加のところに影響が出てきます。売掛金1万2000減らして増減調整で、最後買掛金もこれ相殺消去でですね消えるんですけども、買掛金青できます。これは仕入れ債務の増加額、ここに影響が出てきます。連結上の買掛金するわけですね。はい。で、ここはですね、まあ、時間がなくなるということを見据えてなんですけども、ある程度こう丁寧に修正プロセス書いております。だからおそらくこれを読めばですね、修正が分かると思いますので、ちょっと皆さんにお任せしてしまって申し訳ないですけれども、ここをねちょっと読んでみて、連結キャッシュフローを作るというところまでなんとかたどり着けるようにしてください。で、税金と調整前登記純利益はもう無視でいいです。無視で、はい、あとね、留定のところ、貸引の増減も通常ですね出てくると思ってください。この債権債務の相殺があると貸引の増減というのが通常出てくるんですけれども、まあ、ちょっとそこまでですねやっていると説例が複雑になりすぎてしまうので、まず皆さんはねこの説例が終わった後ですね、できるようになってから、まあ、テキストなんかに貸引関係が載っているので、その部分を見るようにしてください。でさらにそれもできるようになったら未達の方に入っていくというですね、まあ、ちょっとステップをね踏んでいくようにしていただければと思います。はい。じゃあそれでは最後ですね、もう一つちょっと持ち分法関係ですね、ここも見ていきます。はい。これも小計欄より上のですね間接法の調整なんですけれども、もうまとめちゃっているんですね。論点はのれんの焼却、持ち分法による投資損益、あと持ち分法適用会社からの配当、この3つになります。で、ここは点数取ってほしいところです。取れるところです。ここは出たら点数取れるところ、ね、この1個前の説明はなかなか取れないところで、もう半分無視してもいいぐらいなんですけども、ここは美味しいですよ。ですか。まあ、まずね、のれんの焼却額はこれタイムテーブルからのれんの焼却額を引っ張ってそのまま移すだけです。はい。ですか。もうこれタイムテーブルより移すって書いておきますね。TT より移すと。タイムテーブルから移すだけです。まあ、個別にないからね。個別にはないで、個別キャッシュには載ってないんだけれども、ね、連結にはあります。で、ちなみにここも空欄の問題結構多いですね。これ減価償却費のすぐ下に括弧があったら大体のれん償却です、ね。まあ、すげえ意地悪な問題だとソフトウェア償却っていうのがあるんですけど、ね、大体減価償却が税金等調整前の登記純利益のすぐ下、その下の空欄はほぼ 98% ぐらいはのれん償却枠、ね。はい。で、あと持ち分法による投資損益も、これも普通に持ち分法を適用し、で、まあ、修正仕分けとかタイムテーブルから持ち分法による投資利益を拾ってきたら移すだけですから、まあ、言ってみればこれもタイムテーブルから移せばいいんですよね。まあ、持ち分法による投資利益の求め方は人それぞれ、まあ、タイムテーブルから求める方もいますし、まあ、仕分けから求める方は仕分けから移すと、ね、まあ、ちょっと括弧仕分けと、ね、まあ、自分の求める、ね、方法で移すだけですから、もうこののれん償却と持ち分法による投資利益、ここはもうサービス問題です。で、ここについても括弧の時が多いんですよね。はい。はい。で、あと持ち分法適用会社からの配当ですね。ここも注意をしてください。ですか？ちょっとね、最後駆け足で申し訳ないですけれども、今回説例読んで持ち分法適用会社から500の配当を受け取っております。で、この受け取った500の配当って PL 上は受け取り配当金消されますよね。持ち分法適用会社からの配当って二重計上を防ぐために消すっていうことでした。なので小計欄より上の受け取り利息及び配当金の金額、ここに影響が出てきますですか。
この受取配当金500修正しますから。でもこれ注意してください。この留意点19ページにも書いてあるんですけれども、これ間違える人多いです。 PL には影響を与えます。持ち分法適用会社からの配当、つまりこれ受取配当金消されるから。だから承継欄より上の PL の営業外収益を調整するところで受取配当金を500減らして、これマイナス4200にする必要はあるんだけれども、持ち分法適用会社からの配当ってグループ外部からの配当だから、キャッシュインは普通にあるんですね。だからキャッシュとしての相殺はしちゃダメですからね。つまり承継欄より下の利息配当金の受け取り額のところで500受け取ってるけれども、これ持ち分法適用会社からの配当で内部取引だから消していきましょうみたいな発想で、配当の受け取り額、キャッシュとしての受け取り額を消してはダメということです。キャッシュってのはこれ外部からのキャッシュです。持ち分法適用会社からのキャッシュってのは外部キャッシュだから家族の取引ではないです。子会社からもらった、ごめんなさい、親会社が子会社から受けた配当とは違いますからね。だから外部からのキャッシュフローになりますので、キャッシュの計算するときに消しちゃダメですよ。はい、持ち分法適用会社から受け取った配当はグループ外部からの配当、外部からのキャッシュの流入と考えるため、承継欄より下の受け取り利息配当金ですね、その受け取り額には影響を与えない。これ直接とも同じ、ね、ただ PL の受け取り配当金には影響を与えますからね。修正仕分けはしますから、ここは間違える人多いですから注意をしてください、ね、繰り返しになりますけれども、承継欄より上は PL の話、承継欄より下はキャッシュの話ですから、そこをね、まず混同しないようにしてください。そもそもキャッシュフローを計算して個別も含めて苦手な方は、承継欄より上の PL の話と承継欄より下のお金の話を混同している方が多いので、完全に分けてくださいね。承継欄より上は単なる PL の調整、あとは BS の増減の調整になります。はい、ちょっと最後駆け足になってしまって、間接法、ごめんなさい、勘弁法がね見れなかったんですが、勘弁法はね、初めにお話しした通り、連結キャッシュの、ごめんなさい、連結財務諸表の金額から連結キャッシュを作るってだけなんで、一応ね参考までに説例というか説例にもなってないんだけども、ね、この20ページの連結 PL 連結 BS から21ページの連結キャッシュ作りますよっていうですね、まあ、一応そのひな形みたいなものというか、金額とですね、まあ、回答みたいなものをですねご用意いたしましたので、まあこれは別に本当に個別キャッシュと同じなので、また復習の時に、あ、確かに連結財務省ベースにキャッシュロー計算書が簡単に作れるなっていうことを実感していただければと思います。はい、それで最後駆け足でかつ延長をしてしまって申し訳ないんですけれども、まあ今日のねこの連結キャッシュフローの講義を、まあ一つ足がかりとしてね、今までこう敬遠されてきた方は特に、初めはねもう今日のレジュメの問題がまずできるっていうこと で、できたらテキストの方に移ってもらえればと思いますので、ね、まあ取材頻度が決して高いわけではないですけれども、まあその避けて通ることもできないという微妙な論点をね、ちょっとこの苦手広告で扱わせていただきました、ね、はい、それではですね少し延長してしまって申し訳ございませんですけれども、財務会計の苦手論点克服講座以上となります。本当にお疲れ様でした。